ロシアはしかしそういう中でもさ、はい、やっぱり日本には牽制球投げてんだよな、結構な。組みしやすいからですね。そうなんだな。再軍備してないし、憲法もこうだし、だって核武装もしてないしって。潜水艦が来たりさ、はい、それから何、10隻ぐらいこう、あれ来たでしょ、津軽海峡を横断したりしてるでしょ、はい、デモンストレーションだもんね、あれ完全な、はい、そんな余裕はないんじゃないかと思うんだけど、うん、やっぱりそこら辺はちゃんとフォローしてるところがすごいなと、まあ、今兆円単位のお金が毎日かかってますんでね、うん、ウクライナに戦車とか動かしてミサイル飛ばしたりとかしてますんで、ね、すぐ奥とかお金かかっちゃいますんでね、実は困り果てている中国習近平っていうのをこれは週刊新潮がやってるんですけど、はい、どうなんですかねこれね。いや、僕はそっちのシナリオ、チーフエコノミスト田代秀俊さん、うん、シグマキャピタルの、中国軍は航空機体数が世界最大ですが、ジェットエンジンはウクライナから購入してきたし、中国製のものもウクライナ人技術者の指導を受けているようです。ホバークラフト、揚陸艇、軍艦用ガスタービンエンジンもウクライナから輸入しています。中国にとってウクライナは兵器や軍事技術の重要な調達先です。そうですね。で、その上食料問題も絡んでいる。こっちもすごいです。中国料理に欠かせない豚の飼料になるトウモロコシの輸入は8割をウクライナに依存しています、はい、豚一番大事ですからね、中国。そうですね、そう、豚肉食えなかったら一気が起こりますからね、はい、中国は10年前にウクライナの農業開発で数千億円を融資し、ウクライナはトウモロコシを輸出して返済しているのです。ウクライナからトウモロコシが届かなくなり豚が食べられなくなれば政権を揺るがす事態になりかねませんと、はい、だから日本で危惧されているのは台湾侵攻を企てている場合ではないっていうこと、はい、そうならいいんだけどね、まあ、そうですね、うん、ただでもウクライナは大事な国なんですよね、中国にとってはな、中国にとってはね、うん、だから最初どっちに、まあ、ロシアに作っていっても、うん、ウクライナも大事だろうなっていうのは全然あって、まあ、一帯一路とかもありますね、はい、そうですね、はい、一帯一路の重要なあれですからね、はい、うん、なので、まあ、動きづらいところではあったんだろうなというふうに思いますけど、小麦も当然ウクライナとロシアですからね。でそこの両方が止まると中国にとっては小麦ってね、主食が小麦とトウモロコシじゃないですか。だいたい主食輸入しなきゃやっていけない国ですからね。そうですね、はい、うん、これなかなか大変ですよ、はい、アメリカ全部自給自足できるわけだから、アメリカはすごい、エネルギーも食い物も食料もさ、はい、シェールガス革命がやっぱり一番すごいですね、あれが。しかもそれがあったにもかかわらず、そうそう、止めてるわけですから。止めてるんだからね今、はい、バイデンが。あれなんで止めたんですか、あれは。シェールガスやると汚れちゃうんですよ、土壌が。かだからバイデンはリベラルで、うん、環境の考えてる人間なので、うん、まあ、止めちゃったんですよ、うん、トランプはそれ関係なくどんどんやってるんですけど、うん、だから SDGs に走ったんですよね、うん、バカなことやってるんですよ、うん、はい、シェールガスさえ動かせば、うん、まあそうですね、まあ、このシェールガスをアメリカがやりだしたことと、あと SDGs っていうバカなことやりだしたんで、結局ロシアとかがもう石油価格をできるだけ釣り上げるっていう話になっちゃったんですよ、うんうん、なるほどね、もうそれがもともと今回の動きなんかにもあるんですよね、関係してるのか、自分たちがずっと自動的に金が入る、うん、水道の蛇口があったのに、うん、それがもうアメリカがからももう油田が出ちゃったんで、大きな油田が出た形になっちゃったんで、もうこれは早いうちに何かやらなきゃいけないっていうふうになったんですよね、はい、これがその日本経済にどう影響するかと、はい、8月末までにはあらゆるものが恐ろしく値上がりするとなります。値上がりはするでしょうね、これ8月末もそうですし、9月も3月で上がって9月もすごい値上がりがあると思いますよ、はい。一方で値上げは容易ではありません。原材料費が高くなればメーカーなどはその分を価格転嫁と人件費抑制で吸収するしかない。家計の支出は増えて給料は増えず、消費はさらに冷え込み、企業の業績はますます低下する悪循環、ロシアは海産物輸入先の第3位でカニやウニ、イクラ、酒などを主要品目、まあ、こんなものはまあ別に食わなくてもいいんだけどさ、大変ですねこれね、はい、
まあそれで食わなくてもいいんですけど、それで食ってる人たちもいるわけですからね、まあ、いや業界的にね。石油価格はどこまで上がるんですかこれ。石油価格は今年1年は、いやあの116平均はいくだろうと、まあ、だから今の価格のまんま維持するだろうっていうぐらい の、 あの予測とかは流れてますね、はい、でも130ドルまで。いやもうだから上はもちろん最高値とかもっとバーンといくのはあると思いますよ、はい。第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんは、これから起きるのは第三次オイルショックです。第4次中東戦争に端を発した1970年代の第1次オイルショックに似た状況がすでに生まれつつあり、日本は資源自給率が低いので他国に比べてもダメージは甚大です。そうです。長浜氏の試算では1バレル130ドル台の原油価格水準が続いた場合、2020年度に国内から 9.1 兆円が海外に流出するという、うん、はい、うん、その通り、うん、じゃないですか。もうあの原発動かさないと、これはどうにもこうにも。ただちょっと自信がありましたんでね、これ。まあそうね、そういう話にはならなくて、また野党なんかバカなこと言って、その、うん、原発をちゃんとその漏れないから、うん、あのやっぱり動かしちゃいかんぐらいのこと言ってますからね、うん、今になって原発防衛どうするんだとか言ってますけどね、はい、そうバカですね。いや本当にしかし待ったなしですよ。原発その、はい、動かすという方向に行きますかねこれね。結論としてはまず岸田内閣だと絶対動かさないと思います、はい、そうだな、はい、検討するとも言わないかもしれないです、原発に関しては。あの、はい、あもう本当に微動だに動かないのは岸田さんの作戦ですからね。何か物事を波風立てて批判されたら嫌だっていうことで、死んだふりずっと続けて何もしないで停滞させるのが岸田さんの作戦ですからそしたらあの老人票で次の選挙は勝てると。だから選挙はまあ、うん、あの野党があまりひどいから、ひどいのと老人票で勝てる、うん、はい、河川ですよ。だから今回5000円配るとか、うん、バカなことをやってるじゃないですか。そこしか見てないですよ、うん、はい、次の選挙の老人票しか、うん、あれはまあ、 あの、はい、蓮舫かなんか批判してましたけども、その通りだな、うん、はい、そうなんですよ。そう、あの件に関してはな、はい、バカバカしいですよ。バカもいいとこなんだよ、はいはい、この半年何もしてないですからね、うん、で多分今後もしないと思いますけど、うん、